こんにちは。今日も糖質制限の食もどきレシピから監督、今日はおやつを作りますよ。おやつなんかね、食べたことないですね。こんにゃくで揚げかき餅、もう一つは得意の高野豆腐で揚げあられね、完食してませんから、この1年間。今日はなんかすごくワクワクします。頑張ります。揚げかき餅と揚げあられは至ってシンプルですね。このこんにゃくは昨日から一晩冷凍庫で凍らせてあります。一回凍らせてまた戻したこんにゃくを5ミリ幅で切ります。なんかちょっと食感がですね、変わってますね。この切りやすくなってます。すごい。こんにゃくだから僕切るの苦労するかなと思ったんですけど、結構切りやすくなってますね。うん、高野豆腐のあられ、水で戻したやつですね。これをちぎっていきます。こんなぐらいですかね、監督。こんなもんかね。いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。はい、うん、どんどんちぎっちゃえ。ではちぎった高野豆腐を揚げていきます。おお、なるほど。180度で揚げてます。お、なかなかいい色になってきましたね。きつね色ってやつでしょうか。じゃあそろそろこれを揚げていきます。揚げていきますかじゃないな。よいしょ。うん、美味しそう。いや、この切ってまた茹でてまた乾かしたこんにゃくです。こちらを揚げていきます。おお、結構音すごいですよこれ。監督、はい、結構エキサイティングですね。あっち飛んでくるよ。これ来てますね。あっち、あっち、お疲れ。ほうほう、結構いい感じに上がってきましたね。これこんにゃくだったんですね。わかんないですね、こんにゃくって。さあ、こんにゃくも揚げていきます。糖質制限の食もどき、こんにゃくで揚げかき餅、餅ですね、それとおなじみの高野豆腐で揚げあられ、2品が完成しました。じゃあ1年間完食をしてませんでした。おやつを食べたことありません。久々のおやつタイム、ちょうど午後3時、いただきます。本当だ。ではまずおなじみの高野豆腐のあられの方から。あられじゃないよ、かき餅。うん、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 お菓子ですよ、お菓子。うん、うん、おいしい。監督、食べてください。うん、じゃあお餅。うん、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 やっぱり違いますね。僕意外とこんにゃく好き。おいしい、ほんと。凍らして戻してっていうこの工程がこの歯ごたえをね、香ばしいですね。うん、うん、ミニちゃんに合うね。一緒におやつ食べるなんてね、昔ソフトクリーム食べて以来かな。美味しいわ。うん、私ね、この本のおかげでおやつまで食べれるようになってね、よかったね。監督も食べてくださいよ。相棒監督はおやつあんまり食べないですか。甘いものが好きですね。甘いものね、持ってるような本にね。しょっぱいよね、今日はね。早くあれですね、オーブンが。あ、オーブンね、美味しいですね。
オーブントースターがなくオーブンかオーブンレンジがなくて作れないメニューがいっぱいあるんでね、ちょっとオーブンレンジを買ってちょっと料理の幅を広げましょう。ということで今日のおやつタイムでした。これはね星いや2つ半いいですよね。両方とも星2つ半です。ごちそうさまでした。